久保さん。今回新商品ですかね。今日は新商品作りましたよ。で、あの、ドリームアカデミアのね、あの、講義も作って、まあ、連続撮りで3本いきましたね。3時間半ぐらい。うぐらいかな。まあ、休憩も入れたら4時間ぐらいか。うわーやりましたけど。いやー、しんどいっすね。<laughs> でも、ふら、ふらっすね。 ふらふらもうてか、2本目撮った後3本目ね、行くかどうか迷ったんですけど、いや、ちょっと今日行かないとダメだと。この、この勢い、まあ、まあ、勢いはなくなってる部分あるんだけど、行かんとあかん、つってね。まあでもね、3本目もね、なんだかんだ言って結局いい感じで、だ今回ね、新商品めちゃくちゃいいっすね。うん、今回新商品は、YouTube の教科書、コンテンツ、各個コンテンツビジネス編と、あとは、 あ、これもタイトル消しちゃったな。あの、1%の、1%のなん、ま、だっけな。1%のなんだっけ。1%の人生を生き抜く習慣メソッドですね。メソッド。1%の人生を生き抜く習慣メソッドってあ。よくないですか <laughs> これ結構ね、この2本めちゃくちゃいいっすね。いい感じで取れました。うん。まあ何が言いたいかっていうと、あの、まあ商品を作れってことですね。うん、だからまあ久保さんはね、今ね、あのー、なんだ、あー、まあ即果塾が売れなくても、あのー、飯食える状態になってますけども、まあ久保さんもね、そうは言っても商品あるわけですよ。即果塾という商品だけはまだ残っていて、ずっとやってるわけじゃないですか。 でもし、速価塾がなければ、入金ないんですよねど。どうですかね。もちろん一部の人は、なんかいつも久保さんの動画を見てるんで、振り込まさせてくださいっていう人、一部はいるけども、じゃそれはあくまでも一部で、全員じゃないですよ。でも、速価塾っていう商品があれば、じゃ速即塾の頭金3万円ですって言って、その3万円が入,入るわけじゃないですか。でも、それがなかったらないわけですよ。わかりますだから、あの、 久保さんは商品売らなくても飯食えるのに商品持ってるんですよ。で、最初の初動っていうのはね、もう商品いっぱいセミナーとか、セミナーっていう商品だったりとかね、まあコンテンツの商品だったりとか、いろいろやってきたわけですよで。去年もね、FX の講座とかもね、まあ今年もなんか商品売るかもわかんないですけど、なんか FX のなんか講座売ってましたね。だ商品を作るっていうのは絶対必要なんですよ。うん、だって、 これからビジネスをしようとしてるのにね、大企業とかね、他の企業さん、まあ僕は Apple の商品を買うわけですけど、昔、久保さんもね、AirPods Pro かななんか買って、これめっちゃいいですみたいな、買ってレビューしてましたけど、Apple とかも毎年、なんか新商品の発表してるんですよ。まあ他の企業もそうですけど、新商品を出さない、商品を持っていない会社ってあるんですかサービスを持っていない、なんだ あのうん、サービス持ってない商品持ってないっていう会社あります、まあ、一部はありますよその、例えばメルカリとかね、メルカリとかはアマゾンとかは、まあ、アマゾンはね自社ブランドで、ね、売れてる商品自社ブランドで作って売ってる部分ありますけど、きあのそのプラットフォーム貸しですよね、プラットフォームを貸して、そ,の、まあそ,のうん、そ,そこで売買された、ね、手すりを抜くっていうものもありますよ、あとクレジットカードの代行とかね。 決済代行とかね。なんかそういう、あの、PayPay とかもそうですけどね。あの、まあ、決済手数料抜いていくっていうね。だそういうビジネスもありますけど、そのプラットフォームを作るっていうのは、できますメルカリ作れます <laughs> ちょっとむずないですか <laughs> それを作るのはね、個人じゃ無理だと思うんですよ。でも個人でもセミナーできるし、個人でも商品は作れるんですよ。でも個人一人でね、 久保さん今からめっちゃ勉強してメルカリのプラットフォーム1人で作れます無理ですね <laughs> まあ無不可能はないけども1人であれを作ってしかも運営していく ?1 人でこれは僕はねすいませんできないと思います <laughs> 1人でメルカリを運営するとかね無理でしょう <laughs> あと銀行とかもそうですよね一応手数料というかねと取ってますよね まあ銀行はお,お金借りていろんな自分でなんかやったりとかして運用したりとかもしてるんだよ。あれも他にもありますけど。まあ銀行もね、例えばいろんな保,保険な、なんとかな、なんとかのサービスいっぱいあるじゃないですか。ね。銀行行くとパンフレットあるし、あの、お金貸しますよっていう商品だったり、ね。新、かあの、なんだ、車のローンとかね,ね。なんかいろいろあるわけです、商品ね。うん。だからなんかお金を稼ぎたいんだったらもうシンプルに、 あの商品作ることです。シンプルに。だってこれが一番ね、まあ当たり前のことですし、まあ簡単というか、なんやろうな。まあ普通ですよね。で、このごく当たり前のことをみんなしないんですよ。ね。<laughs> いやもちろんネットビジネスは広告ビジネスっていうのもありますので、自分で商品を作らなくてもアフリエイト報酬ですよね。っていうのは得ることもできます。だけど、 うんアフリエイトっていうのは、あの100%利益ではない。100%の、まあ、広告ーんなんだ、YouTube だったらね、まあ、YouTube、Google さんと広告主とアフリあの YouTuber がいて、Google も取ってるわけじゃないですか。で、ナンパーが還元ですよね、YouTuber に。わかります ?Google は YouTube っていうプラットフォームを貸します。じゃあそこに広告主さんがを呼びます。 で、まあ、YouTuber の方にコンテンツ作ってもらう。で、その差しを抜いていくっていうね。<laughs> まあ、友様商売ですよね。そう。でも、YouTube のプラットフォーム作れますかと。まあ、無理ですよね。うん。で、広告収入っていうのは、その、じまあ、一応全利益ですけど、利益としては全利益だけど、最大化にはなってないですよね。だって広告主からダイレクトであのお金もらってるわけじゃないじゃないですか。まあ、YouTuber でね。 あのすごく有名になると企業案件みたいな感じで企業から直接何百万ワンプロモーションワン動画で何百万上げるから紹介してくれっていうのありますよそれダイレクトにねそっちの方がすごいわけじゃないですか収入的には直接ダイレクトでもらうということですねだからダイレクト課金がこうできるようになるっていうのはビジネスをやっていく上で結構もうすごく大事なウェイトだと思います直通でお客さんから入金してもらうとじゃあそのためには商品持ってた方が まあ、そのやりやすいよね、と。だけど、多くの人はそれをやらないんですよね。お金稼ぎたいんだったら商品作って売れ、と。これがもう、ほんとシンプルです。これ以上のシンプルあります <laughs> ごく当たり前のことなんですけど。でも、これやんないんですよね。何なんですかね。うん。コンビニ行ったらね、みんな商品並んでるわけじゃないですか。ビジネスしてるわけじゃないですか。じゃあ、ビジネスする,する上でね、いろんな商品作ってますよ。 ビジネスしたいんだったら,だら飲食店やるにしてもなんか料理作んないといけないだろうし <laughs> まあまあまあ普通じゃないですか、うん、だけどその普通をやらないっていう何なんでしょうね <laughs> これはねまあうん僕がまあ5年ぐらいですかもう,もう今年の10月でもう 5, 5年になりますけれども、まあ、ずっとビジネス飯食えてるのは単純にちゃんとその当たり前のことを単純にあのやってきてるだけです本当に当たり前のことをただ本当にやってきてるだけです ちゃんと新商品も作って売るあの市場に出していくしその定期的にやってるし大変ですよた確かに大変今日も今日は、まあ、ドリアカの講義と2商品作ったんですけど、まあ、3本連取りでやったんで、まあ、しんどかったですけど、まあ、これをね、まあ、まあまあ1日1本とかにやればできるでしょう簡単かもしれないし、まあ、初めて作る人は大変かもしれないですけどでもこれもね商品を作る場数なんですよ だ僕なんか台本なしで、まあね、今日も話してましたけど、なバカず踏んでるからです、単純に。単純に。バカず踏まずにどうやって簡単に商品作るんだと。うんだ例えばなんかその、うん、なんか商品を作って、 例えば、設計な、最初は、ね、どうやって作るか分からないけど、1個できちゃえば、ある程度商品を作る設計図みたいなのができるわけじゃないですか、じゃあその設計図のもとによって、また作ればいいだろうし、まあ、切り口書いて、ね、作ればいいだろうし、だからこれはね、いっぱいやればやるほど、商品を作るっていうのはちょっと簡単になるんですよ、だけどみんなこれ、商品を作るっていうことをやってないので、大変なんですよね。 だからその僕なんかは今日一日で2商品作ってるわけですよね。プラスフォローアップの講義も作ってるし、一日ですよ。でも 3, 3時間半、4時間ですよね。まあ確かに大変だけど、いやサラリーマンの方はね、サラリーマンの方8時間ぐらい普通にやるじゃないですか。かそれに比べると、まあありがたいことですよね。ありがたい。だからね、やっぱね、無料のこう,ねこういう動画とね、有料、全くやっぱね、 あの本当ね、全然パワーが違うんで、めちゃくちゃ疲れますね。だけど、3時間半とか4時間ぐらいですよ。今日で商品作っちゃいましたけど。<laughs> うん。まあ、ここまの領域まで行くと、本当なんか、ありがたいですよね。普通だったら毎日8時間以上働いて、うん、手取り20何万とかね。 昔、堀江さんので手取り16万、どの方のみたいなのありましたけど、毎日8時間とか働いて手取り16万とかね、そういう世界観じゃないですか。でも、これができるようになると、まあ、なんだ、4時間ぐらいでもうお金になる気ができるわけですよ。そうですよね。4時間でお金になる気ができるわけですよ。あとは僕は商品をセールすればいいだけなんで。じゃあ、そのセールするときに、1日10時間とか働くかっていうと、働かないんですよ。 まあ一本、まあ、毎日更新するその教育動画を作ったとしてもまあ30分、20分でしょうん。<laughs> だから自由にできるんですよ。他の人に比べると。だから久保さんとの動画も自由にできるし、これが、なんだろうな、自分の商品持ってなくて、うん、なんかやってたら多分こんなやってないでしょうね、僕は。 それはそうですよね。だって僕の YouTube の広告収入なんかビビたるもんですから。飯食えないですもん、それじゃ。借金2000万なんか返せなかったですよ。久保さんも借金3000万ぐらいあったのも、商品作って売ってなかったら借金3000万返せてないですからね。もう一度言いますけど、久保さんが借金3000万返せたのも、自分の商品を作って売ったからですよ。シンプルに。ほんとこれだけです。うん。<laughs> なんで、 それやればいいんじゃないかなと思いますけどね。だからあなたの新商品作りましょうと。うん、人生で初めての新商品作りましょうよ、早くって感じですかね。いってらっしゃい。